ああ、寝た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 。ありがとう。なんかテンストさんがさあテンストさんがなんか炎上してたね。ファンタインでご飯ではそれは起きる、もちろん。おはよう。なんかテンストさんがさ、なんかミートサちゃんと浮気してた説本当なのかな。浮気してて山登りもその計画性が計画的な2人が会う不倫登山だったってこと。昨日なんか3800人ぐらいいたよね。今ダウンタイム中だよ。ミータソちゃんどうしたんだろう。なんかそういう炎上狙ってんのかな。なんか男芸でやってくんのかな。ありがとうみんな。ひまわりありがとう。よろしくお願いします皆さん。今月もやってまいりました。うん、いやもう美顔は外さない。だって去年先月無加工でやったから。私無加工やだもん。駒井くんとも会ったしさ。私なんでブロックされなきゃいけないんだろう。なんで私あの子にブロックされてたんだろう。マジで私相当叩かれたからね。言っとくけどミートスちゃんの件で。あ、ちょ、めんどくさいからなんで私無加工にしなきゃいけないの。来ないで。じゃあ私ミートスなんかさ、そのミートスちゃんがそのたくまとなんかあったのか知らんけどさ、なんかコラボしたじゃん、あきこママの店で。あの日になんかブロックされて、そしてミタソちゃんに。それでなんか眉最低みたいな、めっちゃ叩かれたんだよ。だからそもそもがミタソちゃんとそのたくまくんがそういう、だからお互いそう遊んでるような関係性だったわけでしょ。なんで私あんな叩かれなきゃいけなかったんだろう。ブロックされてた。まゆさん自分から別れを告げ病んでます。立ち直り方を教えて。時間が解決するしかないし。私はサムネ消えたって何。どういうことどういうことどういうこと。サムネ規制って何。どういうことどういうことどういうこと。なんで。私サムネ普通にさ、普通にこうやって撮ってただけなんだけど。どういうことどういうことどういうこと。私こうやって嘘かなって思ったけど、サムネ規制って何。運営から何も連絡来てないけど。ちょっと待って待って待って。顔で規制食らった。初めてこんなこと。ひどくない。あ、皆さんちなみにちょっと
ちょっとまだナイス辞退してなくって、でちょっと辞退しようか迷ってて、ちょっと試しに押してみてほしい、ナイス。今日めっちゃ多かったら辞退やめようかな、頑張ってみようかな、ナイス。今ね迷ってて、ちょっと試しに、ちょっとまだ辞退してなくて、ちょっと試しによろしくお願いします。え、なんでサムネ記者になる？ AI 判断で卑猥になった？え、普通に、なんでだろう、いつの間にか日本に帰ってきたの。あ、ありがとうございます。ありがとう、ひまわり。いや、なんかナイスが多かったら、ちょっとみんながさ、押してくれたらもう頑張るしかないじゃん。そしたら頑張ってみようかなみたいな。ナイスね、長時間じゃん。サイクな顔と認証したの。ちょっとあと秘宝がある、秘宝が。体重が減ってるような気がするんだよ、うん、あ、ありがとう、毎日ありがとう。星ピーマさんもブサイクだと思われてる。ダウンタイムの時なんでサムネ規制食らわないの、逆に。なんで逆に。体重減った気がすんだよな。鼻は腫れてるよ。てか怖い。断食してない。結局断食してないんだよね。さ、眉染めどこやったっけ、眉染めどこやったっけ。あれ、眉染めどっかやっちゃったん。ミトスちゃん、え、いつやってたの。ありがとう、おはようございます。怖いよ、服とハニーがさ顔の上の乗ってくるからさ、曲がらないか怖い。おはよう、10番ありがとう。あ、ありがとう、助けて、匿名さん助けて。ちょっと眉毛染めようと思ったのに眉染めどっか行っちゃったの。これ自家組織じゃない、鼻先が自家組織。いや、なんかなんでさ、こんなさ狭い世界でさ、そんな恋愛事情、こんな狭い世界でさそんなやるんだろうなって。うん、怖い、服とハニーが怖い、顔の上乗ってくんだもん。でも どうですか、あの一応ツイッターにね、あの無加工のさ iPhone カメラで動画撮ったのツイートしたけど、私的にいい感じだと思う。いい感じだと思う。ただもう無加工編はちょっとね終わったからさ。あー、61号ありがとう。あれ、なんで私さ NG ワードにしてんだろう、ごめんね、ちょっと待っててね。
ありがとう、うん、あ、エンジェルさんありがとう、おはよう、おはよう、あー、ありがとう、まゆちゃん、観光配信ありがとうね、りっちゃんありがとう、ありがとうございます、りっちゃん、アイテム一発目ありがとう。まだご飯早いんだよな、あげるの、うん、ゾウさん、あ、ありがとう、ゾウさん10個ナイス、ありがとう、匿名さん、こら、うるさいよ、まだ早いわ、ご飯 7時とかじゃないか、今日は俺に似てない、エンジさんに似てたかな、ありがとう、匿名さん嬉しい、え、見た見た見たけどわかんない、自分じゃわかんない、腫れ、うん、まだ腫れてる、全然目も腫れてるし、てかあれだね、目開けてさ寝ちゃうわ、あー、とんでもない豚、あ、ちーさんありがとう、豚さん5個ナイス、ありがとうございます、うん、ありがとう、目開けて寝ちゃうね、これ今腫れてるからなんかな、なんか特に目、あ、結構いつも普段目開けて寝ちゃうんだけど特になんだよね、ありがとうございます。私さ、あのリナ猫ちゃんとデコルテ姉さんのさ、あのカテゴリーに行こうと思ったらさ行けなかった、あの1週間半になったことある人は1年以内であの参加できないって、できなかった、うん、ありがとう、早く メイクしたいな、今日夜メイクしようかな、今日か明日か、うん、鼻斜め見える、あのほら斉藤さんだよ斉藤さんで1週間半になっちゃってたから、1年以内にさ、そうだから本当はね、ちょっとナイス競ってるそこの女カテゴリーのとこ行きたかったんだけど、そうメイさんとリナ猫の戦い見たかった、変わった私顔変わった、てか今ちょっとパンパンで、うん、曲がってる？曲がってるかな？曲がってるかな？ちょっと怖いからやめてよ。曲がった？ちょっとないんだよな、うちに鏡が。若干曲がってんのかな？もうわからん。ちょっと鏡見てくる。わかんない、本当にさ曲がってるかも、もう嫌なんだけどマジで、嫌、うん、だなんだけど、嫌なんだけど、いやわかんない、でも今回さっき鏡で見てわかんなかった、昨日曲がってなかった？今日ずれてきた？
あのね、鏡で見ると分かんない。12月にやったやつは明らかだったんだけど、今回のはちょっと分かんないな。いや、分からん。うん、まあ、まあとりあえず様子見するしかなくない。多少は仕方ない。下向いて、ちょっと見て。じゃあちょっと待って。見てて。分かんなくね？曲がってるの？いや、怖い怖い怖い。ちょっと待って。うん、また曲がってんの？え、待って、昨日まで曲がってなかったよね。ってことは、明日になったらまた元に戻ってる可能性もある？そんなことない？いやー、うん、右曲がり。いやー、まあなんかちょっとのズレとかならいいんだけど、マジでズレちゃうとどんどんそっから歪んじゃうからね。時間がかかる。まあ、病院に、まあでも病院にじゃあ写真送ってみるわ。じゃあ、病院に、でも病院に言ってもさ、まだ腫れてるからしか言われないんだよな、送ったところで。いや、でもじゃあ振り回されないでっつうか、まあ、確かに言いたいこと分かるから、うん、アンチ曲がり。いや、でも若干ね、でも多少しょうがないんじゃない？皆さん、無料アイテムとナイスよろしくね。おしゃれな食べ物作る。おしゃれな食べ物。晴れ直るまで、そうだね。まあ、あ、1ヶ月ね。せめて1ヶ月、うん。あ、おはよう。ラスタ君もありがとう。神様も。叶えてほしい。イベント1位になりたい。イベント1位になりたい。あ、クマありがとう。成功しますように。本当だよ、ファイナルだと思ってるから、うん、唇やってないよ、何もしてない。なんか唇結構しては、なんか、あー、とんでもない豚。あ、ありがとう。豚さん、ごくありがとうございます。ありがとう。ペイさん、ありがとう。あ、あちゃんもありがとうね、夏休み1個。ありがとう。
ありがとう。カメラに対してまっすぐ、カメラが多分ここなんだよな。でもね、どうしても斜めっちゃうんだよ、アングルが。あー、20倍きた。ナイスー、20倍きた。やったー、でかい。5に10だから100個分だ。ちょっとナイスなんですけど、ありがとう。いい流れだ。ポーさん、ありがとう。フォローした。ありがとう。そうやって花自身、結構動いてるんだ。だからなんか、前のさ、顔の上で寝るんだよ。ハニーと服が。それでずれちゃったとかある？そんな繊細なの？花って。鼻の色かもしれない。まあちょっとそうだね、気にすんのやめとこう。じゃあちょっと気にすんのやめとこう。あー、先月は本当にいろいろあったな。先月はお世話になりました。今月もよろしくお願いします。今月もよろしくお願いします。リエの卵はね、食べきれなかった。正直言うと美味しくなくって、すいません。すごいしょっぱくって、多分醤油にそのままダイレクトにつけたい卵。そうね、食べれなかった全部は。あ、今月もナイスおせ、ありがとう、ありがとう。リナピさんもありがとう。ナンバーワンのカリスマさん、配信者の方だ、ありがとう。可愛い目はどうしたらなりますか。あー、夏休み10個、ポーさんありがとう。ポちゃんナイス、ありがとうございます。いや、私まだ腫れてるから、何、まだ腫れてるよ。目も腫れてるし、おはようございます。目も腫れてるしさ、まだ何、笑いづらい。笑うとめっちゃキモいよ、ほら。笑うとめっちゃ引きつる、なんかここがめっちゃ硬くなるの、わかる？体重はちなみに韓国では46キロまでいった。あー、10個、ポンさんありがとう。10個ナイス、ありがとう。20倍ゼロ、20倍。46キロまで行ったんだけど、いや、46行ってて、もう一回測ってみようかな。なんかちょっと体が軽くなってるから、ワンチャンちょっと痩せちゃったかもしんない。何キロだと思う、逆に。まあ、配信始め人生変わったよね、人生。恥さらしってこと？ 44、 ちょっと測ってみようかな。いや、43はないんじゃないかな。あー、ポーさんありがとう。え、なんでポーさんそんな今日応援してくれるんだろう、嬉しい。
いいですか。わかりますね。ボブヘアの天使ってないね。りょうた、ありがとう。りょうた、ありがとう。ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ありがとう、りょうた。ありがとう。45.3。りょうた、まゆね、誕生日ね、7月14日だから、ちなみに。7月14日です。で、なんで名前ボブヘアの天使かっていうと、あの、実は私、韓国に彼氏いてさ、別れちゃったんだけど、あの、元彼にボブヘアの天使って言われてた。りょうた、仕事頑張ってね。いや、違うの。昨日 44kg ジャストだったの、昨日。実は裸で測ったら45になってた。44ぴったしだったんだよ。44.0、うん、ふわっち特派の山田の前の真似、腹立つ。何それ、何山田の真似、山田が前の真似って、うん、44点ジャストだったから、まあでも確実に体重は増えてるね。いい感じなんじゃない。で、来月には運動してさ、なんかもっとこう締めたい体を。お腹がこうなんかこうだるんだるんだからさ、これあばらの傷。いや、46、47とかだったらいいんじゃない。で、しかもかつ、あの、筋肉があって、その体重とか、体重がない、なんか脂肪がない、あ、筋肉がないからさ、筋肉が欲しい。ありがとう、うん、一番太ってたの60キロかな。ありがとう。あー、ゆーちゃんもおはよう。ありがとう、あーちゃんもありがとうございます。じゃあ冷製パスタを作ろうかな。 おしゃれな冷製パスタ、うん。え、私だって、あの、拒食も過食もだったことある。あ、ありがとう、10倍。あ、ゆーちゃん、ありがとう。ありがとうございます。あ、待って、料理すんの1ヶ月ぶりかな。ちょっと私、外食減らさないといけない。外食減らさないと。待って、ナイス増えるか試してます。痩せ方を教えて。いや、食事制限しかないよね。運動で痩せるとかないもん。運動したらお腹減るし。だけど運動したら痩せやすい体にはなるけど、痩せないよね。昔のアンチのせいで痩せてしまったので、私精神的に来ると、だから食欲がなくなるから痩せる。あ、おはよう、みほちゃん。だ、やめば痩せる。60から過食になって痩せたの。そうそうそう、そうだね。デブから始まって、そうだね。ねね、このさ、KG ってアイドルやばくない？
の知らなかったんだけど KG ってアイドル日本人なんだね。めっちゃ歌うまいって今ハマってる。食事しっかり食べて、前はダラダラ食べるよ、ダラダラ食べてるよ。